オールスパイスは太もも科の植物で果実または葉が香辛料として用いられる。名前の由来はシナモンクローブナツメグの3つの香りを合わせ持つと言われることから。別名をジャマイカペッパーといい、クリストファー・コロンブスによってジャマイカからヨーロッパに持ち帰られた。東洋では百味胡椒、ミカコとも呼ばれる。オールスパイスは現在でも中南米が産地であり。 果実を未熟なうちに収穫し乾燥させて作られる。普通はパウダーで使われることが多いが、ピクルス液などではホールでも使われる。一般には食卓用というより調理中に使われることが多い。クローブやシナモンと同じくオイゲノールが主成分のため、似た傾向のスパイシーな味と香りを持つ。トマトとの相性が良く、ハンバーグやソーセージなどの肉料理。 ピクルスやソースに用いられる。甘い料理やデザート、果実にも向いている。また、蒸気のシナモンクローブナツメグと併用すると香りが調和しマイルドになる。オールスパイスは、いか加熱調理後果にかかわらずアルファアミラーゼ及びアルファグルコシダーゼに、顕著な阻害作用を示し、糖尿病予防に利用できる、可能性が示唆されている。AB ヨネクラ工事。 高等植物分類表北流館2010年1版 i s b n 9 7 8から4から 832608382ABC、e、ヨネクラ工事、カジタタダシピメンタジオイカメル BG プランツワミョウ学名インデックス2012年8月18日閲覧ハーブスパイスの辞典編集部ハーブスパイスの辞典整備堂出版 2013年、P25、青山スパイスクラブ、簡単スパイス40、同文書院、1996年、P12 から13市販更新量のアルファ、アミラーゼ活性及びアルファグルコシダーゼ活性に、及ぼす影響、三浦理用、ゴミを収む春、日本食品科学工学開始、ボリューム43ナンバーに P157 から163、ありがとうございます。